コメント欄がマジコメント、これこれこれ。いや、さすがに暴露されたときに俺連絡出ないの。されたお最中は暴露を見て、その後によく考えて連絡する。なるほど。なんで生配信中に出ないかんの、暴露されたのに。普通にそうやろ。確かに。一回暴露を見て、うわっ、これどう戦えるみたいな事実確認したの。これこれ謝ってもおかしいけどね。確かに、うん、切り抜き職人と俺らが揉めとんなら、切り抜き職人に俺らが謝らないか。確かに、うん、そう、これこれと電話しても仕方がないね。そう、やし、俺ね、何回か取り上げられて、いろんなこう YouTuber とか見て、ああって心の中に本当に決めとくことがあるって今断言するね。あの、俺暴露されと真っ最中に出らん。もうみんな暴露されと真っ最中に出て焦って焦って、でちょっと一言感情がこもったりするやん、はい、本当は謝らない関係の自分なりに言いたいこととかもあったりするやん、うん、けども炎上した真っ最中ってもうちょっとでもそういう、わかる、泣きつらくみたいだけやけん、結局だけん。あとこれこれさんの視聴者めちゃめちゃ口悪いやん、正直。悪いです。まあ俺らの視聴者も口悪いよ。でまあけど多分その5倍ぐらい口悪いと思っちゃうね。でみんな生配信中に出るやん、連絡して電話出るやん。でそれで毎回炎上しても、天チームとかも金子なんか、その要は 5くらいの炎上で収まるはずやったのに、わざわざ生配信出て焦ってあれこれ続かれるやん。これこれさんからしたらどうなってるどうなってる、続く一方やけん、簡単、バトルになってないじゃん、心じゃないよ、間違いないですね。だってこれこれさんまず悪くないやん、だって何が起きとこうが、うん、俺が人を殴っとこうが、人女の子をね騙しとろうが詐欺してようが、これこれさんとのバトルじゃない。これこれさんを殴ったわけでもないし、これこれさんとこうなんていうかいなにお金を騙し取ったわけでもないけ、ほんと警察みたいな感じだ、どちらかというと。なんか裁判じゃないじゃん、はい、あれってだけみんな裁判と思っとろ、あれ違うで、ちょっとした失言とかするやん、で、毎度でうわー炎上するじゃん。そう、でもこれこれさんがそうやってタイトルにレベゼン使うってことは、レベゼンってタイトル変えとけば再生数取れるって思ってくれとってことやけん、ありがて。一番怖いのはもうこれこれさんに取り上げられんくなった時。